ヒサマツミドリシジミは、蝶目シジミ蝶科に属する蝶の一種。メス赤ミドリシジミ愛のミドリシジミと同族で、オスの羽表に、筋力色の光沢を持つ、ミドリシジミ類の一種。メス赤同様、羽裏が灰色で、影のような脳灰色の帯を羽内側に持った、白帯が縦に走る。本種はこの白帯が、甲子、甲殻の赤藩で一度折り返し、V 字事情となる。また、 本種の方が赤斑は目立たない。オスの羽表の輝きは弱い。ゼフィルスの生態に漏れず、成虫は梅雨時から発生を始め、卵で越冬する年一過性。ただし本種は上越し、産卵は遅く10月頃に行われる。植樹は裏白菓子とされるが他にも植樹とする可能性がある。浮かした個体は発生地を離れて高所へ移動する。成虫は 大化修正あり。発見が遅く、森林性と移動性の強さから詳しい生態はあまりよくわかっていない。植樹もわからなかった当時、日本臨死学会にて生態解明に懸賞金をかけられたこともある。和名は本種が最初に発見された鳥取県の旧昇山を読み替えて付された。ただし現在は旧昇山には生息していない。国内では 中部異性の産地から九州にかけて分布するが、分布域は不連続である。日本の特産種である。極めて森林性を示し、植樹の制約もあり、常緑公用樹林との結びつきが非常に強い。ありがとうございます。